モチーフは X ウィンドウシステムでの操作手順、見栄えなどを統一しようというグラフィカルユーザーインターフェース規格の一つ、オープンソフトウェアファンデーションによって定められ、正式にはオセフ、モチーフという、1989年に最初のバージョンがリリースされた。その後のオセフ自体の変遷を経て、現在の管理団体はザ・オープングループである。この規格に沿って、 プログラムを開発するためのウィジェットツールキットのことをモチーフツールキットという。このツールキットのことをモチーフと呼ぶ場合もある。IEEE1295 として規格化されている。モチーフベースのウィンドウマネージャは MWM であり、後日の CDE でも標準のウィンドウマネージャーとなっている。各アプリケーションウィンドウの外側にモチーフの規定に従った枠やボタンが付けられる。 ウィンドウの枠はリサイズハンドルといい、それを使っての拡大、縮小などの操作ができる。左上のボタンはメニューボタン、右上にはアイコン化ボタンと最大化ボタンが並んでいる。ボタンの間を埋める部分はタイトルバーといい、文字通りタイトルの表示とウィンドウの移動機能を持つ。3ボタンマウスの使用が前提となっている設計が見られることも多いがこれは、 モチーフ固有ではなく x ウィンドウシステムの主なプラットフォームとして使われてきたエンジニアリングワークステーションにおいて一般的であったためである。デスクトップ環境としたものにヒューレットパッカードが開発した HP ビューがある。さらにそれをもとに複数のベンダーでの共通規格としたものがコモンデスクトップエンバイロメントである。オープンモチーフは ザ・オープングループがモチーフツールキットのソースコードをリリースしたものである。基本的には従前通りプロプライエタリライセンスであるがシェアードソーススタイルを導入しオープンソースのプラットフォーム上であればロイヤルティーフリーで配布可能とした。目的としてはオープンソースプラットフォーム上でモチーフツールキットに依存しているアプリケーションを利用可能にするためである。 2000年5月バージョン2.130がオープンモチーフとしてリリースされた。現在ではオープンモチーフ2.23が多くの Linux ディストリビューションに採用されている。オープンモチーフ2.3が2007年6月にリリースされている。その後2012年にモチーフ自体のライセンスが LGPL に変更された。IEEE1295 IEEE Standard for Information Technology X Window System Modular Toolkit Environment ありがとうございます。